こんにちは、スタイリストの山俊です。今回の動画では僕が結構愛用してるですね、ナイロンジャケットというアイテムについて少しお話をしてみたいと思います。この動画を撮っている今現在なんですが、3月下旬なんですね。だいぶ暖かくなってきたので、この時期だとダウンだと暑いですし、かといって着丈の長いステンカラーコートもいいんですけども、それだとですね、ちょっと動きづらいなって感じる時もあるんですね。例えば子供と遊ぶ時ですとか、ちょっとアクティブに過ごしたい時には、着丈が長いものよりは短いものの方が便利かなと思っていまして、そんな時に重宝するのがナイロンジャケットというアイテムなんですね。今日は実際に持ってきてみました。こういう感じのアイテムです。ナイロンでできていて、スポーティーな見た目のものですね。このようにフードがついているものなんですが、ざっくり言うとウィンドブレーカーみたいなものですよね。風も防げますし、ちょっとした雨だったらこれで防ぐことができるアイテムになっています。もともとアウトドアブランドのものなので、非常に機能的にも優れていまして、着心地もいいですし、小さくまとめることも可能なんですね。このように小さくまとめてバッグの中に入れておくこともできますし、最近だと専用の袋がついていて、かなりコンパクトに収納できるものも増えています。このようなアウトドアブランドだとかスポーツブランドのナイロンジャケットは結構あると重宝するので、皆さんにもお勧めしたいアイテムです。もちろん機能的にも優れているというところもありますが、それだけではなくて、デザインも結構洗練されているものが多くてですね、僕が持っているアークテリクスだとか、あとはノースフェイスですとか、こういったブランドものというのは非常にですね、ファッションが好きな方の間の中でも人気の高いアイテムになっています。これらのナイロンジャケットというのは休日着の中にカジュアルな雰囲気を与えてくれますので、結構重宝するんですよね。割とですね、僕の奥さんもそうですし、女性の方々なんかがこういったナイロンジャケットを着ていると褒めてくれることが多いです。というのも、女性は結構決めすぎた格好よりも少しカジュアル感のある着こなしの方が近寄りやすかったりですとか、親しみやすさを感じてくれるので、意外と評判が良かったりしますので、ぜひ皆さんもカジュアル着の中に取り入れていただきたいなと思っています。この後ですね、具体的にどのように僕がコーディネートに落とし込むのかというところを実際に着ながら解説したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になっていただければなと思っています。はい、ということで実際に着替えてみました。どうでしょうか。ちょっと着こなしについて解説をしてみますと、上はアークテリクスのナイロンジャケットを着て、下はですね、グレーのスラックスを合わせています。これはどういう着こなしなのかと言いますと、ナイロンジャケットというのはかなりカジュアルなアイテムなので、それに対してですね、ブルージーンズですとかベージュのチノパンのようなカジュアルなボトムスを合わせてしまいますと、全身がカジュアル一辺倒になってしまうんですね。そうすると、僕たち30代40代の男性にはなかなか似合いづらいので、全身がスポーティーですとかカジュアルになりすぎないように、どこか一点だけでもいいので、きれいめなアイテムを混ぜてあげるといいかなと思っています。今回は僕の場合はこのグレーのスラックスを合わせていますが、例えばブラックジーンズなんか合わせても良いかなと思います。とにかくですね、ベージュのチノパンですとかブルージーンズのようなカジュアルすぎるボトムスだけは合わせないように意識すると良いかなと思っています。今僕はジップを全部上まで上げていますが、これを前を開けるだけでもだいぶ印象が変わりますので、ちょっとやってみたいと思います。前を開けてみますね。こんな感じで、はい。そうすると中の T シャツが見えますね。内側にはですね、僕がいつも愛用しているサタデーズの T シャツを着ています。こんな形で前を開けるだけで全然印象が変わりますね。上半身がナイロンジャケットと T シャツでカジュアルにして、ボトムスはグレーのスラックスで少しきれいめな要素を足しています。このように前を開けるだけで爽やかな印象になりますし、少しですね、腕の部分をタクシー上げて見てもらうと、こういった時計だとかアクセサリーを見せることができるので、よりきれいめな要素を足すことができるのかなと思っています。僕は普段こんな格好で休日を過ごすことが多いです。風をですね、カットしてくれるので、それだけでもですね、結構春先にはすごく重宝するアイテムになっています。誰でも気軽に取り入れやすい着こなしになってますので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。ナイロンジャケットに関してはアークテリクスだけではなくてですね、ノースフェイスもいいですし、ちょっと価格帯が1万5000円以上してしまうので、もう少し予算を下げたいのであれば、ユニクロのブロックテックパーカー、これがですね、非常に近いアイテムになってますので、そちらで代替えをするのも良いかなと思っています。僕のスラックスはですね、ディストリクトユナイテッドアローズというお店のものなんですが、ちょっと価格がするので、ユニクロの感動パンツですとかアンクルパンツのグレーなんかで代用するのも良いかなと思います。今回の着こなしはほぼユニクロで実現することもできますので、一つの参考にしていただきたいなと思っています。これ以外にもですね、もう1パターン着こなしをお見せしたいなと思いますので、ちょっと着替えてみたいと思います。
はい、着替えてみました。どうでしょうか。今回の着こなしなんですけど、ナイロンジャケットの下にはシャツを合わせていますね。まあ、シャツの中でもですね、ちょっと襟が特徴的なバンドカラーシャツを合わせています。で、柄はですね、ストライプで少しアクセント的な要素を足しています。このようなナイロンジャケットに合う内側のアイテムなんですが、 T シャツは鉄板で合わせやすいです。ただそれだけではなくて、意外とですね、きれいめなシャツなんかも相性がいいんですね。まあ、白のボタンダウンシャツですとか、あとはこういったストライプ柄のシャツが結構相性がいいので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。この上半身だけでカジュアルときれいめのバランスが取れるので、結構ですね、気軽に取り入れやすい着こなしなのかなと思っています。そしてボトムスに関しては、先ほどはグレーのスラックスを着ていましたが、今回はブラックジーンズを合わせています。ブラックジーンズというのもブルージーンズに比べるとだいぶ色の効果もあって引き締まってですね、きれいめに見えますので、このようなナイロンジャケットとも非常に相性がいいので、皆さんもぜひトライをしていただきたいなと思っています。まあ、今回もですね、画角の問題で足元が映っていないんですが、足元には白のスタンスミスなんか合わせてもらうと、この着こなしにはバランスがいいかなと思っています。まあ、このようにですね、ナイロンジャケットを1枚持っておくと、内側に着るものを T シャツにしたりですとかシャツにしたりするだけで、だいぶ着こなしの幅が広がります。で、ボトムスもグレーのスラックス、ブラックジーンズ、この2本があれば着こなしがかなり広がると思いますので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています。季節でいうと春ですとか夏場でもですね、結構クーラーがガンガンに効いてて寒いところがあったりするので、そういう時にはカーディガンを忍ばせておいたり、意外とこういったナイロンジャケットを1枚入れておくと、急な雨にも対応できますので、1枚あると非常に便利なのかなと思っています。1年を通して活用できるアイテムですので、まずはユニクロのブロックテックパーカーからでも構いません。そちらを気に入っていただけたら、ぜひ思い切ってノースフェイスですとか、僕が着ているアークテリクスのもの、バランスが良くて非常に使いやすいので、ぜひ揃えていただきたいなと思います。最後に1点だけ付け加えさせてください。このナイロンジャケットの色なんですが、まあ、スポーツブランドなので結構カラーバリエーションがたくさんあるんですね。その中で赤だとかグリーンだとかイエローだとか、結構華やかなものもあるんですが、やはり休日着に合わせるのであれば、もう断然ブラックですね。色はなるべくシンプルなものを選んだ方が着こなしに調和しやすいかなと思いますので、その点もぜひ覚えておいてください。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。